チェンジですか。この牙城にぶち壊せるか。ゆきこ姉さんですか。いや、でも、でも明らかに今中の方がおっぱい大きいよ。ゆきこさんと真中だったら確実に真中の方がおっぱい大きいからね。いや、まだ巨乳だから、あれあれ、ガチで巨乳だからって、レイズさんが言ってたあの服にちょっと服を考えられあー、確かに確かに、ササラとかね、タマネーとかね、あー、あのロケットおっぱいみたいなあいつね、気持ち悪いんでね、やめてほしいですね。あのなんかおっぱいロケットみたいな感じで飛んでるじゃないですか、あれね。あれワンチャンのなんだろう、バルカタロウのババアみたいなポジションになりますよね。あのどっちかっておっぱいが垂れたんで肩にかけてますみたいなね。ちょっぱいよこのおっぱい、ちょっぱいよみたいな。ダメババア。うん、かっけえ。ここからリュウジン、なんでこのジャムはリュウジンでコムしてきたの。あ、なるほど、リュウジンがその後昇竜も繋がらないから、全く変わらないんだ。焦りづらいですね、しょうがないですね。それじゃあ待って、うそ、竜神剣道格、竜神じゃないで、あの剣道格と竜巻のやつが溜まってたら、剣道格竜巻のやつで着地してフッとしたやつが強いのに動くんじゃないの。あ、昔は危ないことが関係なく発見してこそ投げ放題だった。あの危ない理由が関係なく空の果てまで飛んでるんだからね。あそこに引き出されて、三角玉とかいろいろ上がったのに、今度はあの空の果てまで飛んでいくのがすごい大変になった。あれ、この技強化されたはずなのに、空の果てまで飛んでいけないんだけど。もうあの空の果てまで飛んでって見えない状態のどこが楽しいキャラだったのに。もう、ねえ。このチエさんは、竜神と、あと空中バンデットリボルバーがあります。そうそうそう、くるくるくるって、あれ、これの空中で出す、これバンデットリボルバーってね、あのドドドドって当てて、その後拾い直しができるっていう。まああの空中で出すと立ち K で拾えるんだから、そういうキャラです。あー、勝利権あるんですか。いや、目の前に無敵でなんかポンって出すのが必要あるけど。あー、確かに、ハッケーか。そうまあ、完全にギルティギアですね、ちえちゃん。テミスパンツ履いてるからって許されると思うなよ。ジャンプはスパッツ履いてなくない。あの子パンツじゃない、あの子はパンツです。で、あの全てのモーションに絶対にどこかにパンチラが入るようにっていう意識でパンチラ作られてるんで。マジか。あのどっかで必ず1フレ以上パンチラするタイミングがあるっていうのがあのジャンプです。まあギルスギアって何にパンチラゲーなんでね。てめえミリアがもろしてるからってパンチだと思うなよ。レオタードですよって、ね、あでもユキさんがあのこの黒タイツ履いてるじゃないですか。あの黒タイツの時に黒タイツからそのスルスルって見えるあの透かして見える白パンツは可愛いですよね。あれめちゃくちゃ好きです。
ゃあエロいかどうかっていうと多分エロいんだとは思うんですけど、あの見ている人すごい和む、すごいなんかあの幸せな気持ちになれる、あのなんだ黒タイツから透けてる白パンツってすごい心が落ち着く。ああパンツなあ、でもなんかあのそこら辺の女子高生のパンツが見えた時ってかなりすごい悲しい気持ちになるんですよね。あの黒地の部分が黄色かったりとかね、なんかね、あの平気あの体育座りのあの足を開いて座って体育座りしてるんで女子高生って、あの見てパンらしいんですけど、なんで見てパンなのにそんな汚れてんの。それならまだブルマの方がいいわね、あのブルマの子供はトランクスホームつないでこのワンループちょっとダメージ伸びないね、あの後ね。あとなんかやっぱり A とか B とかも刻んでもダメージ減るし、単発ダメでかい行動をとりあえず放して当てていく方がダメージ出るんじゃないかみたいな気がするんですよね。完全に感じてるね。まあどうで感じ、さっきの試合で感じに単発で4500出されてびっくりした。この人ら一発だよな、たった一発の攻撃だよな。次のカウンターですら3500しか出ねえのに。まあね、ESR700 超えてたんでしょうがないですね。700が一つの大台です。ただあの多分直接大会でやるときは500で区切るのがいいんじゃないかなとは思います。なんでかっていうと、まあ ZX さんが500いってるからなんですけど、ZX さんが500いってるから初中級者大会は500以下でやった方がいいです。俺キャラ変えるんで、いやあのメイン漢字に変えるんで。だって話が本当弱いと思う、あいつバカにならないよあの弱さ。あのダメージするための行動が全然キーブッパしかない。全然キーブッパで単発点数だけ取ってからのコンボです。そこからあのなんだっけ、ごえでもいい、ごえごえジャンゴビーゴジャンビー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 ジャンビー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 波動 D 波動で D 区内で2700なんで、最初に1300取って残りのコンボで1400しか稼いでないんです。いやなんで多分あそこで C 偏見カウンターヒットからムーンサルトの三日月やります。上りムーンサルト三日月でムーンサルト3点単発で出すだけで2700ぐらい出る、2600ぐらい出るんで、電車に走って大体4000近くまで行くで、補正も緩い走る。でもあの結構僕やってて思ったのが、あの三日月って同技補正あるんじゃないかなっていう。まあね、最後で区内で締めてガルダインやったらワンチャン花村でも5000近くのダメージ取れるんじゃないかって、それぐらいしかないです。であとあるとしたらミシーフェイタルの B がけ、違うな、EX の駆け上がり、あれキャンセルできねえんだ、やっぱり B 掛けだな、 B 掛け西のワンモアキャンセルワンモアキャンセルから B 掛けをもう一発やっとく。
で、MMカルト A の EXPOカルト当てても受かるだい。これならもうちょっとダメ伸びるんじゃないかと。補正か、補正さんもうちょっと手加減してくれないですかね。そう、あのアークさん最近の流行りは胴技補正なんでね、ありとあらゆる行動に胴技補正をかけてくるっていうね。無意識の海で別の可能性世界との混戦が起きたようです。ええ、元に戻すのはそれでは五分。ああ、え、ジャン A とかジャン C とかダメなんですか。遅い、え、 A 上げの方が早いですか。マジで。ああ、そっかそっか、あ、確かにジャン A はね、後ろからこうくるっと回ってくるんで、相手がいるあの自分より少し目の前の上側には判定が発生するのが遅い。そう考えれば確かに A 上げの方が早いな。でもジャン C しかないっす。続いて A 上げ、ジャン C、A 上げです。しかないですね。でもね、この感じでループコンできるだけありがたいと思った方がいいよ、キエさん。ループコンできるだけありがたいと思うよ、お前。マジやるね。英語で、なんかこの、なんだっけ、これ、力上げるやつなんだっけ、はい、やそれやって、もう一回レインやるっていうね。ありえないよ。ダメだ。さあ、隕石振らして、さあ、係数レーター終わるところで、しゃがんじゃった。中段ヒントで、さあ、コーが負けてく。まあね、4連勝で止まるとかはやっぱり雑魚なんでね。まあね、あの中級者は50連勝でやっと中級者くらいかな。50連勝できないやつは初心者だね、間違いないね。まあ僕37連勝ですから。おー、あの分からん殺しをし続けて37連勝初心者を初心者が分からん頃につけて37連勝で止まったんで、やっぱり初心者でした。やっぱ初戦初心者なんでね。あ、14年です。生まれた瞬間から机やって14歳。あぶねえ、あぶねえ。確かね、20年くらい。いやー、まさか。あれですよ。ゲーセンで思いっきり力強く殴って大パンチ出してたんで。あのね、子供だから大パンチ出ないんだよ、あれ。大パン体験頑張ってやってんのに、ギリなんとか出して中パン、ほらーってやって中パンなんだよ。なんであれはクソゲーでしたね。ストリートファイターっていうゲームなんですよ。本気で投げて中パンしか出ないの。あの波動拳のコマンド見えるじゃないですか。コマンドを入れ終わった瞬間に中パンボタンバシッと押さないといけないんですよ。そのタイミング取れるわけもなく、目いっぱいガッて殴ってるから、そのタイミング取りたから出せないんで。確かにあの大波動単発で相手があの8割体力取っとくゲームだけど、出せないんだよ。出せて逆波動しか出せない。あとはあの中盤か中キックしか出ない。さあガーフ当てて、そっから負ける。めくってのあれなんです。ついちゃん強いんで、確かこいつの対空背中側まで判定あったはず。判定が出るの遅いけど、足ぐるっと回すんで最終的に後ろ側まで判定出ます、こいつの対空は。なんでめくりコードが時々負けるっていう。まあついちゃんかわいいな。あ、ジャージか。まあ、セントラル成績桜ヶ丘にもね、あのジャージのやつがいるんでね。
ワンチャンのジャージでもう月へ使えばいいよ。雪使ってるけどね。まあ、ジャージなぁ。ジャージはどうでもよくて、やっぱスパッツ可愛いよな、スパッツ。スパッツ、僕好きなんですよ。聞いてないっすか？いや、スパッツはね、いいよ。下にパンツ履いててもいいし、パンツ履いてなくてもいい。生足か。生足だ。そうですね、小学生ぐらいの生足は最高です。20超えたぐらいから生足でだんだん汚くなってくるんで。あとね、中学生ぐらいになると、それまでの歩き方が悪かったりすると、膝がすっごい汚くなるんですよ。気持ち悪い膝になるんで、生足で見てると、こいつ歩き方がクソなんだなと思って。スポーツやってたら、普通に膝そんな汚くならないんですよ。汚くなるのは、傷で汚れるのはまあありますけど、格闘技とかやって膝の骨が砕けてりゃ汚くなりますけど、スポーツやってたらきちんと走ったり歩いたりしなきゃいけないんで、膝は綺麗な膝になるんです。なんで力士って言ってんだろうね。スポーツとか何もしてないやつがずっと内股でエッジ近くとかあるいは大脚とかでやってると、膝がマジでデコボコのような汚い足になるんで、出てるだけで走りがしてくる膝になるんで、まあ、それを隠すために黒タイツがあるんですけどね。席が空きましたよ。どう綿貫さんが入っていく。私も強くなった。いや、やっぱ釣り目かわいいな。釣り目、釣り目かわいいよね。別の可能性世界との混戦が起きている。花村垂れ目だからね。垂れ目は死ねばいいよ。垂れ目は、垂れ目は本当にあいつ消えたらいいと思う。垂れ目は許さない。釣り目と猫目は大好きです。大好物です。このリセティがね、見てるとね、垂れ目にだんだん見えてくるんだよね。だからリセティ見てるとだんだん腹立ってきてさ。釣り目かわいいよ。まあ、犬派猫派で言ったらどっちかっていうと、何かな、持ち肌かな。まあいいや。どんだけディア放してんの。そうしたと、アンティングガージャク系はドアンテですけどね。アンティングガージにジャク切れやると強いな。さあ片目から抜けて、こっち側、こっちがから来る。さあ、中段は見えない。フェイタルカウンターしてたか。暴れてたんだね。さあ、リリーは潰す。もういっぱいなっちゃったね。死ななかった。さあ、バースト使わせた。もう死んでも大丈夫。回復、回復してく。ああ、回復してく。削れて死ぬかと思いきや。さあ、パーナーして。ああ。さあやってた、ガードは間に合う。裏拒否して、ワンモアでなんとかガードハン取らせない。中段で戻した。ヒットから崩れフェイタルして繋がる。消費当ててまだ死なない。コンボ作り直したい。浮かして死なない。補正がかかりすぎてる。さあ繋いで、ここから繋いで消費は出ないけど、タイムアップで勝ったのは綿貫さんのアイギスですね。さあ返すが間に合わなかった。さあでも相手にバースト使わせたからいいんじゃないの。さあ中段ガード、ワンコンバって大きめ炎ガードさせての、あ消せるんだ。さあハイジャンジャン A でぶっ飛ばしく離して炎をアギアギアギ、2回目のアギで60ぐらいしかダメージ出てない。それ入れる必要、あーまあゲージ回収できるからまあいいか。さあ中断したところにちょうど滑ってた、ギャー切りで、あれなんだっけ、 AC で出す行動はなんて言うんだろう。書いてどっかに書いてあると思いたいんだけど、乗ってないな。投げと逆切りアクションと連打コンボ、バースト、
で、ボトルとアタックが乗ってるんだけど、多分 2AC が長ジャンでいいはずで、トロの AC は緊急回避になるのかな。さあ、ボトルが当てたところにバースト当てて、上がってたから、思わずバーストしちゃう。さあ、ブースト使って移動して、端に追いつけて、まあ、逆切れしようよ、逆切れ。さあ、発動、下段当たる。繋いで、固めてく。さあ、なんだっけ、ゴッシーで呼ぶ瞬間に声暴れができたらいいなと思うんだけど、さあ、これがガードできる。さあ、追加は出さない。今度はガーフ安全回避で殺してる。さあ、このアイギス画面見てる。どうなるか、ファーストヒットは相手側、仕方で、次のカードを簡単に取って、ワンコンポ、さあ、起きて目には、なんだっけ、ゲージため、レベル1、さあ、で、ダンエーから、コンボは閉まらない、で、固めて、さあ、一回で避けての、近づく、さあ、ダンエー、アーギー、飛んで避けて、回避の英語にバランスさせての攻めは炎ガードとする。さあ、これでレベル2になってる。だんだん火力上がってくるよ。おー、ほい。さあ、下段離して A を攻め、危ねえ。だから、あー、いい、届かない。なんか最近多いな。さあ、思わずバーストしての、さあ、これはガード、その半は負かんことはない。そうだね、アイビスは遅いから、地上走ったら遅すぎるんで角半が取れない。あれ、撃ったミサイルは高度が高すぎて走りもしなかった的なあれですね。さあ、やっと1本取り返したアンパンさん、ここから巻き返し図れるのか。さっきと同じ感じでやっちゃってーすね。リセティ言ってますよ。マジリセティ煽りプレイ激しいな。さあ、かつての中段、ああ、ゲラとか。さあ、で、ブースト当てて、コンパッと離していく、キャッチ、来たところに、声暴れから、ワンコンボ、大きめは、ゲラの前ガード、少しガードして、逃げる、一回で逃げて、うまいな、あの判断力はうまいな。さあ、ゴムミスからの、とりあえずごまかしの2、あれなんだろう、2C なのかな。動かして、飛ばす、炎出す、B 上げでしたか。さて、当たらガードのガードして、中段ガードして当たっちゃう、浮かして拾い直ししないからの暴れる、逆切れる。さて、ゴディ置いて、ゴディ置いて、なんか繋いでく。さあ、もう少しか、繋いでフェイタルしたから消費が出て、これは安い。ボコシカから消費があると安いよね。さあ、とりあえず火を置いといたところに、これはガードができる。中段で、同じバースト放って、まだか、これはガードができる。さあ、飛んで、低すぎる。しゃがみガードが低すぎる。さあ、そのいったってから、かがはんができる。ガールダインじゃねえや、アギ、なんだっけ、マハジオダインじゃねえや。アギの強化版なんだったっけな、忘れたわ。まあいいや。当てて、さあ、ファイナルラウンドに持ち込んで、こっから巻き返し図るのか、リンが最初喋るのは、最後まで気を抜いちゃダメだよ。そうだよ、私は気を抜きすぎだよ。そうね、曲がしようとしてヒットしちゃう悲しさ。さあ、オリジオじゃねえから、ワンコンボ、画面端から、さあ、片目は中段落ちて、逆切れする。さあ、浮かしての、浮かして、おい、ゲージ入ってるより、それの方がダメージ出てるじゃないか、どういうことだ。浮かすと、浮かして、浮かす、からのジャン A から A がギアギ、4690。さあ、もう削れて、削れちゃ知らないんだけど、暴れつぶして、じゃあ、からやばい、危ない危ない。つないで、浮かして、サンドのほぼ当たった、から浮かして、取り直しの調子。ちょっとダメしてる。さあ、ここから、危ない。おー、が打った。これ、かかん取れないから、じゃあ、バーストあったから、ワンモアバーストです。
ワンモアバーストで突き消しはできないんだけど、あのワンモアバーストやってそのバーストのあれを余波をガードされちゃうと攪拌っていう。だからやって相手が攪拌コードを取ろうとしたところでワンモアバーストやってそのバーストで吹っ飛ばすっていう。王座防衛なるか。いやまさかねワンモアバーストやると攪拌取られちゃうっていうのはね。ガルダイクが空中ガードされてそのまま空の果てまで飛んでってマリアワンモアバーストで引っ掛けてやってバーストしてまずガードされる相手の方が先に着地する。あれってあれカウンターヒットはしたいけどさ、あの空から降ってくるやつを台風から追いつくほぼいただかれちゃったんですけど。まあ困り者ですね。さあで蛇口でおお。あのペルソナ殺したらそこまで本気にならなくていいと思います。さあこの隕石がダマスダメージでかい。本当にあれがね消費でなんか火力上げてるときにあれやるとね3発で500600とかね平気減ってくんでねマジありえない。さあじゃあキック回避で近づいてく周囲ガードしての最後の暴れ潰しは暴れてた。安全見てから技入れ込んでの逃げてさあキック回避と当て身は予測する。暴れたところに 6B がヒット。 6B?5B?6B はい 6B でよかった。さてとおーっとゲージ入ってゲージじゃないなあれはなんだっけあれか逆に出た。さあ中段じゃねえやなんでガードして今度下段はヒットするんだけど人確認取れない。さあ下段からアーギーエアギーつないでさあ2円暴れてく2円差し込みたい。足払い足払いの足の開き方すげえそのうちやってくれると思う。あでもあの A 連コンボであのくるくるって回った後の足の開き方もまあなかなか素敵ですよね。さあ拾いはできないけどなんか体力を買ってるところ。さあ手当てから逆切れからと拾い、いや逆切れからは拾いないはず。さてこれはガーフ当たっちゃう。おっと補正が激しくてコンボ切れちゃって、さあジャンピーヒットで取り返す。ロンリーローリーかっこかりさん418の PSR。 さあボディガードのジャンゴシーヒットしちゃうけど、さあリバサに勝った。秋が炎がヒットしての中段はネクタゲームの抜けてよくした。さあ奥ね中段ガードから声出てきても、おー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 おお逆切れから炎出して火力が上がってる。拾い直しができる。逆切れで離してグルトップル。さあ拾い直し赤黄色いけどつないで、さあ拾い直しおっとおっとゴシー出すの遅かったかな。さあでこの状態だから暴れていきたいところなんだけど、そのまま押し切られて負けてしまう。さあ2本目取ったのはアンパンさん。4本目物販開幕ジャンキーから、さあガードガードの中段を当たっちゃう。さあ逆切れアクションから着地でダッシュ。これは逆切れ終了回数切れとかね本当に逆切れゲーですね。ゆきこさん逆切れしかしてない。あれゆきこさんって逆切れするようなキャラだったっけ。なんかいやゆきこさんそんな切れるような人じゃなかったと思うんだけど、まあいいよ。いやまあスルメだから何でも許しちゃう俺は。さあで2位暴れヘルスネスでの、さあでジャンキーからこの相手を固めたら中段は青を当たってノーゲーなつないで、さあごまかしが多い。ヒットする技ばっかりだからごまかしつけて、さあ中段下がったんだけど補正切りのごまかしに行ったところを受け取られちゃう。さあなんか下がりたいところ、これはキャッチ1回でよくてのうまい。そうですね、あれ当たらなかったら消えるんですけど、炎の時刻はエフェクトが出るだけで一切攻撃はないんですね。ちょっと騙されるんだけどね。あの最初のクルクルって回るところが当たらなかったら残りの炎はエフェクトだけなんで一切火力ないですね。さあアンパンさんが勝って
連勝重ねていく。僕が行く。7連勝。私も強くなったってこと、知恵に知ってもらいたかったんだ。無意識の海で別の可能性世界との混戦が起きたようです。元に戻すには向こう側の世界の順に受けたまわりました。食うか食われるか。ラウンド1。アルダイン出してきよかったですね、1回目、ジャンジャンせずに。ジャンジャンせずに、ディーク内遅いかな、ガルダインしとけば、とりあえずいけたかもしれないなって感じです。だから、それで時間が、あとわずか。ゲージ残ってたかな、見てなかったな。録画止めてないですね、止めまーす。録画止めまーす。止まれ、止まれ、止まれ